皆さんちょっと今日申し訳ないんですけど、うん、あ、はいはいはい、ちょっとカウボーイ使わないかもしれないです。なるほど、大きいんですよね。あ、なるほど。 iPad だよ。あ、iPad、 なんかおかしいことあります？なんもない。何がですかね。あ、わかった。よろしくお願いします。もういつでも行けます？いつでも大丈夫ですよ。配信も始めてます。じゃあ行きます。はい。皆さんちょっと今日申し訳ないんですけど、うん、あ、はいはいはい、ちょっとカウボーイ使わないかもしれないです。あ、そうなんですか。なんかちょっとやってる端末違くて、うん、あー、なるほど。はいはいはい。カウボーイだと難しいんで。あ、カウボーイ難しいですか、端末操作がちょっと難しいんで。あー、ちょっと、なるほど。全然大丈夫ですよ。いいですか？もちろんですよ。でも全然大丈夫ですよ。端末なんか修理とかですか？なんかログイン急にできなくなって、うん、なんでだろう。じゃあ端末はちっちゃいんですか？いつもより大きいんですよね。あ、なるほど。 iPad だよ。あ、 iPad。 そうです、そうです。 iPad、 普通の iPad ですか？普通の iPad ですね。いや、それはでかいですね。 iPad のなんかサバイバーちょっとどうですか、その指いっぱい動かさなきゃいけない。なんか僕 iPad でやった時、結構指動かさなきゃなんか後ろ向けないなと思ったんですけど、普通のスマホよりなんか感じないですか？うん、いや、そんなに変わんないですか？うん、いや、ごめん、はい、まあやりましょう。どうしたんですか？いやいやいや、ああ。あ、あえてアスレ来てます。アスレ。はい、了解です。あ、あん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 あ鬼没溜まるぐらいでちょっとボール一気に使って逃げるんです。あ、了解です。じゃあ言いますね。はい、お願いします。あと何秒ぐらいですか？あー、なるほど。あ、OK。 はい、はい。あー、これ完璧。ナイスナイス。カウボーイが割れてます。まあまあ、当分は。どうしようかな、横のギリチャにしてもいいし。んうんうんうん。よし。カーボケースです、カーボケース。はーい。え、なになになに、え、なんかおかしいことあります？なんもない。何がですかね。え、なんもないですよね。うん、なんもないですよ。どうしました？え、なんか、え、なんか、わかんない。なんかすごい、賑やかだから。いや、いや、多分、大丈夫、大丈夫です。あ、大丈夫です。よかったよかった。え、なんですか？いや。あ、わかった。ナオさん、カウボーイ使ってる。そういうことか。そういうことか。なるほどね。一発もらいます、一発。使ってるじゃないですか。いや、でもさ、遅いですよね。3分、2、3分ぐらい経ってますよね。うわー、なんか、え、ナオさん、ボケのレベル上がりました？昔より。いや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 、ナオさんの方がボケのレベル高すぎて、ついていけなかったですもん。いやいや、ボケてないですよ、僕。やべ。危ない。これ沼さん粘着来てるんですか、うん、今。あ、粘着もうやめました。あ、オッケーオッケー。あ、でも近かったら粘着いきますよ。うん。いや、また距離値しますよ、ここから。あ、了解です。あ、それかもう、そこであれでもいいですよ。あ、そっかそっか、フェイサーあるのか。お、ナイス。いや、これ普通に消したら上がりますね。小屋の引き継ぎと。また、大丈夫。縄の3もあるから。うん、なおさん、ちょっともうボケが上手くなりましたね。いや、ちょっと沼さん難しすぎますよ。みんな、
どういう回答するかとかも決めてたの。なんか、馬さんがどういう反応するかみたいな考えてたんですけど、あ、そうですね。だからなんか、あ、はいみたいな予想できなかったですね。なんだ、違っちゃった。もう少し見ない間に僕のレベルがちょっと上がっちゃったよ。もう相手は馬さんだってことを意識しないと。え、端末変えたっていうのも嘘ですか？嘘です、嘘です。嘘か、え、本当かと思っちゃったもん。いやごめんなさい、嘘ついちゃって。うまい。いやいや、いいんですよ、いいんですよ。いやもう、嘘がうまいですね。うまいですね。あ、じゃあどうしますよ、これ。いや、解読でいいと思います。あ、追ってます、追ってます。じゃあ、行こう。小屋寄せれちゃうかな。じゃあ、行きます。あ、オッケー。端末変えたんですよ。いや、でかいんです。iPad 使ってますって。そこも流れスムーズだったです。でしたね。いや、でも、さすがに、なんだろう、iPad の操作とかどうですかって言って試合始まった時は、どうしようかなって思いました。おいっす。もう6割です。うん、了解です。よし、やはり3度目。はい、多分猫出す。うん、猫出しましたね。で、噛んでジャンプしてから通電じゃないです。え、ちなみに僕どんな反応すると思ってたんですか？いや、カーボイ使ってるじゃないですかってすぐ言うと思ってました。ああ、はいはいはい、それに対しても考えてたんですか？お、いや、そこまでは考えてないよ。考えてなかったよ。あ、やばい、こっち来てるかな。これはあれだな、海外行かないとダメだ。あ、ちょっと待って、開かない開かない開かない。ごめん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 、開かない開かない。どうです、いけそうですかね。開かないですね。あと何割です？75。あ、了解。やっと読めるか。海岸ゲット、うん、どうです、出れそう？こっち、あ、出れた出れた出れた。あ、了解。うん、虫でこっちに飛びますね。なんで了解です。こっち2人出れれば、うん、僕のことは忘れてください。ナイスナイスナイス、オッケー。よーし、よしよしよし、一戦に勝ち。考えてなかったんですね。いや、うん、もうあれやろうかなと思ってて、よくドッキリの定番であれ、てってれーって言ってたんですよ。ドッキリ。なるほど、なるほど。そしたら、それ言う間もなかったです。いや、初めて、ナオさんにドッキリかけられたの初めてかもしれない。いや、僕はもう、多分沼さんが初めてですよ、ドッキリしたの。あ、そうだったんですか。ドッキリ大失敗です。動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿やライブ配信をやっていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、バイバーイ。